白コリボンタの大冒険。このお話は、心の優しいポンタと呼ばれる幼い魚がいろいろなことを学びながら成長していく物語です。ポンタはアクアリウムを扱う会社で生まれたため、さまざまな場所の水槽に入ります。ポンタは一回り体が小さく、泳ぎが得意ではありません。ある時、大好きなママと離れ離れになってしまいました。ママと会えないのは寂しいのですが、その代わりお友達がどんどん増えていきます。ポンタは愉快な魚たちや人間との出会いを繰り返し、多くのことを経験します。果たしてポンタは大好きなママに会うことができるのでしょうか。そうか、ジュリー、メンテナンスのソラさんはいつ来るの？ジュリーが教えてくれました。毎週水曜日に来るから明日かな。ポンタは明日が楽しみになりました。ポンタがのんびりしていると、突然ヒレに痛みを感じました。痛い！ポンタが叫びました。誰？僕をつつくのは。グレイグが言います。僕は誰よりも早く泳げるんだ。君はいつも下の方でじっとしていてのろまだね。僕みたいに早く泳げないだろう。悔しかったら僕を追い越してみな。グレイグがポンタをからかいます。グレイグは何度も繰り返しポンタを続きました。ポンタが叫びます。痛いよ痛いよ、やめてよ、誰か助けて。それを見たジュリーが注意をしようとした次の瞬間、ダメ！いつもはおとなしいエミリーが強い口調でグレイグを叱ります。グレイグ、いじめは恥ずかしいことなのよ。私たちはみんな仲良くしなきゃダメでしょ。グレイグが言いました。こいつがのろまだからいけないんだ。ポンタは心の中で思います。悔しいな、いつか絶対あいつより早く泳げるようになってやる。例の作戦。ポンタがジュリーにお願いします。ねえジュリー、僕どうしてもママに会いたいんだ。どうすればいいのかな。ジュリーが言います。わかった、それなら例の作戦で行こう。ポンタが聞き返します。例の作戦？ジュリーがポンタに教えます。それはね、ひそひそひそ。死んだふり？ジュリーがポンタに話します。僕たちコリドラスには死んだふりをする特技があるんだ。例えば水槽の底で動かなかったり、逆さまになって沈んでいたり。そうだ、今回は逆さまになって浮いてみよう。ソラさんは優しいから水ごと袋に入れて持ち帰るよ。そうしたら生き返ったことをアピールすればいいんだ。くれぐれも死んだふりがバレないようにね。ポンタが言いました。ママに会うためなら僕頑張る。ジュリーが言います。それなら早速練習だ。まずは逆さまになって浮かんで、こら
そこで赤い目をキョロキョロしない。その時、エミリーがメンテナンスのソラさんが来たことに気がつきました。ソラさんが来たわよ。ジュリーが言います。今だ、ポンタ、死んだふり作戦開始。ポンタは急いで逆さまになって浮いてみました。ポンタは心の中で思います。エミリー、ジュリー、優しいおばあさん、ありがとう。またどこかで会いたいな。ママに会うためだ。死んだふり、死んだふり。水槽のメンテナンスに来たソラさんが逆さまになって浮いているポンタを見つけました。